侵略に覆われました東京九段の日本武道館です。柔道日本一を競います全日本柔道選手権大会を迎えました。注目の山下泰弘五段が7年連続日本一に挑みます。この日本武道館も山下選手のその7年連続の日本一を目の当たりにしようという慣習で早くもいっぱいになっています。今日はこの大会の模様は全日本協会委員の佐藤信之さん、東海大学の監督です。佐藤さんは山下泰弘五段の最も近いところで指導にも当たっていらっしゃいます。山下さん、佐藤さん、その山下選手のですね、仕上がり具合が例年に比べて遅れているということなんですが、その辺いかがでしょうか。そうですね、去年の12月1月と修士論文で大学の修士論文 ですね、はい、ほとんど練習らしい練習はあまりしなかったんですよ、ええ、でさあ2月から本格的という時にですね、右の肉ふくらはぎを肉離れしまして、で約1月ほど休みまして、ですから、はい、例年より3ヶ月出遅れてスタートしましたね。あ、そうですか。ですけどもやっぱり怪物ですから、この 1、2 週間の間に万全の仕上がりになってきましたね。あ、そうですか、はい。まあそういった点もあるんでしょう。その大方の見るところ、この山下選手の7連覇はまず間違いないという声が非常に強いんですが、佐藤さんの立場からはどんなふうにご覧になりますか。そうですね、やっぱり 90% くらいはやっぱ山下の優勝が固いと思います。 90%、あとの 10% はですね、非常に対抗馬としての斉藤が非常に成長してきていると、ということと、松井がですね、準決勝で多分当たると思われる松井が非常に対山下に非常に燃えてますから、はい、優勝ということよりも山下を倒すことに意欲を燃やしてますから、はい、こういうのに約 10% の望みがあると思います。あ、そうですか。まあ今年は10月にはモスクワで世界選手権も開かれます。来年はいよいよロサンゼルスオリンピックということですから、はい、各選手とも非常に燃えているようですね。そうですね、今年は36人の選手が参加して、そして山下、斉藤、松井、正木の4人がシードされております。柔道日本一、7年連続の日本一を目指しまして、2回戦第8試合に登場します山下泰弘五段。今日のこの最初の相手は1回戦を勝ち進んだ九州地区代表の桃田四段との対戦です。試合時間は6分間です。まずこの最初の試合を山下がどんな試合を見せるか、ここは一つ佐藤さん、はい、山下選手の今日の調子を占う意味で非常に大事な試合ですね。全くその通りですね。で、一方でこの桃田はですね、はい、青から天理大学出てるんですけどね、なかなかの腰の重い選手なんですよ、はい、非常に受けに定評のある選手なんですよ。それだけに山下がどういう風にして取るかですね。これは山下の調子を見るには絶好の相手だと思いますね。左からの大外刈りで崩しまして、早くも相手を抑え込み締め技に行きます。この体勢からの締めが非常に強い山下、送り襟締めを狙います。上になって攻めます山下、下になってこらえる桃田です。さあ桃田を仰向けにさせました、はい、締めを送り襟を使いながらですね、締め抑え込みに行くという彼の得意なパターンですね。さあこれで足が抜いた、足を抜けました。だからなかなか桃田もあの肩が強いですね、肩の煽りが強いから、はい、あ、今肩を決めようとしてますね。まだ肩は完全に合ってませんか、まだ足が抜けて、ね、横四方に入った、さあ抑え込みです。抑え込み、この大会から初めて全日本の審判を務めます上野審判が主審が抑え込みは30秒で1本になります。横四方固めですね。横四方固めですね、はい、完全に抑え込んでいます。127キロ、彼の胸の預けが非常にいいんですよね、はい、胸を密着させてますから相手が動きが取れないんですよね。30秒で1本、25秒、あと5秒です。山下今日最初の勝負、九州地区代表の桃田を破りました。非常に隙のない勝負だったですね。そうですね、はい、一瞬のチャンスをもうの一つのチャンスを逃さないという調子がいいんじゃないですか。今日は1分46秒、横四方固めで九州地区代表の桃田四段を下しまして、まずこの7連覇をかける今年の大会第1戦をものにいたしました。ただいまの試合
赤山下選手の一本勝ち、決まり技横四方固め、試合時間1分46秒。赤斉藤選手、白阿部選手。山下に燃える斉藤選手が試合場に姿を見せました。胸に国士官。対戦相手は新越地区代表の阿部隆弘五段であります。右側が斉藤、黒帯の上に赤い帯をつけましてゼッケンが28番、180センチ、体重が139キロ、体が一段と引き締まりました。顔も細くなりました。精悍さを加えています。左からの大内刈りを見せます斉藤です。一方のこの阿部もですね、はい、なかなか78キロの選手なんですけど、しぶとい選手なんですね。今まではですね、斉藤がこういうなんて言いますか、しぶとい選手をですね、意外とこの取るのに苦労しとったんですけどね、今日はそういう選手をどういうふうに料理するか、なるほど、それも見どころですね。最近の斉藤選手はですね、この取りこぼしが少なくなってきましたね、はい、非常にやっぱりだんだん丸みが出てきましたね、勝負に取ってなくなってきました。なるほどね、そういう勝負がなくなったのがですね、こういう大試合でどういうことか、はい、これがやっぱり一つの見どころだと思います。今年もまた東京地区の予選を昨年に続いて連覇いたしました。そしてこの全日本に進んできました斉藤、すごいですね。相手を軽々と持ち上げました。さあ肩固めに行きました。肩を固めて横四方固めに入ろうとします。はい、抑え込みですね。抑え込みに入った横四方固め、大沢出身の手が伸びまして、こういうなんていうんですか、小さい相手に出してですね、はい、強引にスサッと入ってくる、こういうのがやっぱりだんだん円熟してきたところですね。なるほどね、はい、これはちょっと逃げれないですね。完全に横四方固め、139キロの体重を乗せます。上になって攻めます斉藤。これまでシード選手の松井、山下、正木といずれも勝っています。4人目のシード、そう乗ってるとですね、持ちが乗ってるような柔らかさがあるんですね。そうですか、はい、30秒一本勝ち。斉藤も一本勝ちを収めました。動き回ってうるさい阿部隆弘五段を横四方固め、1分47秒抑え込みの勝ちです。好調ですね。好調ですね。ただいまの試合、赤斉藤選手の一本勝ち、決まり技横四方固め、試合時間1分47秒。赤村上選手、白山下選手、主審池口真奈。山下選手の連勝記録は今日の第1戦を勝ち抜きまして178と伸ばしています。これから第3試合です。対戦相手は関東地区代表、茨城東高校教員の中村五段です。今年の大会は14人の初出場の選手がいますが、右からの小外刈りから山下が上になって攻めます。下になっている中村選手の方は5年ぶり4回目の出場ということです。中村はですね、下からの十字固めが非常にうまいんですよね、そして中村はなんとか離れてですね、はい、ああ襲入ったですね。大内、大内狩りが、これが技ありです、はい、あこれ固まっちゃったですね。あこれで抑え込みに入ります、はい、抑え込み、横四方に抑え込みに入っています。なんとか逃れようという中村ですが、逃げたですね。逃げたか、溶けた、溶けました、はい、中村よく逃れました。山下の抑え込みを逃げるというのはこれはなかなかのもんですね。そうですね、いやー館内を割りたいですね、中村はですね、なかなか皆さんうまいんですよ、はい、ですけど非力なんですよね。ですから下になって十字固めに狙う、そして立ち技は離れてですね、そして背負い投げを狙っているというところですね、はい。まあ、ちょうどこの中村が5年ぶりの出場と申し上げましたが、5年前の全日本の大会ではベスト8に入りました。まあ、その時4回戦で敗れたのがこの山下、横四方固めに敗れていますが、また山下が寝技の体勢に入ります。さあ今度は横四方です。今度はがっちりと決めています。胸が合っちゃったですね。胸が合いましたね。これは中村としてもちょっと逃れることが難しいかも分かりません。5年前の対戦でもやはりこの中村、山下の横四方固めに抑えられました。
19秒20秒卒がないですね山下は、ね、全くもう卒がないですね。合わせて1本先ほどの大内刈りが技あり、そして今25秒間抑えまして技あり合わせて1本合わせ技で山下の勝ちです。1分43秒で第3戦3戦を難なく下しました。非常に調子がいいですね。いいですね。これで連勝記録は179連勝と伸ばしました。巴投げ行ったところを外してですね、してあの肩をガチッと決めて、ちょっとこの巴投げは中村としては失敗だったんじゃないですかね。がっちり組まれたですからね、あのままだと大下がり食うんですね。は余裕を見せる山下です。試合は3回戦に入って波乱が起こっています。昨年準優勝の松井が敗れました。警察チャンピオンの伊藤も敗れています。さて第3試合の第6試合、第6戦は正木と須貝といった学生同士の対戦になりました。もちろん体の大きい方が正木選手、まず大外刈りに行きます。かなり強引です。東海大学3年の須貝、天理大学3年の正木の対戦になりました。ともに大学3年ですね、はい、正木の方は95キロ以上の選手で非常に期待されてますし、一方の須貝の方はですね、非常に天才的な技のキレを持ってるんですよ。はこれで、今落ち込んでですね、マイナス95のところで非常に期待されてる選手なんですね、はい、払い腰ですね。もう一度いきます。これが得意の払い腰に行きましたが、これは有効です。有効の村下出身の声がかかりましたが、結局これは取り消し、取り消しになりました。体重差が相当あるんですからね、50キロ以上の体重差がありますから、ちょっとお互いに左の相打つですから、はい、ですね、なかなか払い腰持ってこられると須貝がきついんですね。正木が148キロ、須貝の方が93キロ、重量級の正木に対しまして須貝の方は95キロ以下のクラスの選手ということになりますね。そうですね。なかなか2人とも本当にこれからの日本の柔道界をですね、はい、背負って立つ男と言われてるんですね。支え釣り込み足正木、今日は2回戦から出場しました。初めて全日本で2回戦を突破しました。全日本での1勝を挙げている正木。正木は2回戦の対戦相手がこの大会34歳で初出場という九州地区代表の佐野五郎五段を崩れ上四方固めに抑えました。一本勝ちを収めてこの3回戦に進んでいます。一方の須貝の方は1回戦から登場しています。1回戦は四国代表の林を体落とし一本勝ち、そして2回戦では日大出身関東地区代表の荻原選手を送り襟締め、これまた一本勝ちでこの3回戦に勝ち進んでいます。共に調子がいいようですね。そうですね、ちょうどですね、去年の9月に団体戦でですね、東海大学と天理大学当たった時に先方同士で当たりまして、はい、正木がきれいに払い腰で勝ってるんですよね、ですから須貝としてはずいぶん研究してますよね。なるほどね、正木の釣り手を、はい、左の釣り手をですね、なんとか殺そう殺そうと、はい、そういうような作戦に出てますね。共に左の相四つの対戦になっています。正木と須貝、正木がここで左の釣り手を取りました。右の引き手もがっちりと取っています。さあここで正木の技が出るか、また正木の釣り手を嫌っています。そうですね、あれで釣り手を嫌ってますね、払い腰に行った、行った、待ったか、ですね、技あり、技ありです。抑え込み、そのまま今朝固めに入りました正木。これが正木の一つのパターンです。そうですね、148キロの体重です。決まっちゃったですね。決まりましたね。これは須貝はちょっと動きが取れません。体重差が随分ありますからね。その顔を見ましてもなかなか強気のそういったものが伺えますね。はい、150キロの体はですね、もうとにかく攻めまくりますから。25秒で1本勝ち、合わせて1本。
払い腰から、ね、はい、技あり、そしてそのまま袈裟固め、これまた技ありとなりまして合わせて1本。2回戦を初めて突破した正木、3回戦の相手は同じ学生、東海大学3年の須貝を、これまた合わせ技1本で破りました。まあ、シード選手の中では松井が敗れましたが、この辺りは順調に勝ってますね、正木は。そうですね、合わせ技。その正木です、右の引き手、左の釣り手を取って殺されたまま行ってますね。そうですね、払い腰ですね、払い腰、ここで回りましたね、体が。なかなかあの釣り手の使い方がうまかったですね。殺されながらも肘をクッと上げながら入ってたですね、はい、その後すぐ袈裟固めに入りました。この辺の非常にそのスムーズな動きがいいですね。そうですね、赤最高選手指導中島。続いて国士舘大学を今年卒業した斉藤が登場しました。対戦相手は埼玉県警の中島、東海大学出身の中島、左側は国士舘大学を今年卒業した社会人1年生の斉藤です。まあ、目の前であの正木の見事な一本勝ちを見ているだけに、またひときわ闘志をかきたてられていると思います。そうですね、正木、斉藤も組手は左ですね、はい、まず左の釣り手を持っています。右の引き手も取りました。さあ、この体勢から内股に行った、一本勝ち、内股一本勝ち、わずかに35秒で決めました。いや、連続的に技を今3つほど出てきましたから、はい、非常に調子がいいですね、ますます伸びてますね。一本勝ちを収めました国士舘大学の斉藤。35秒です。まさにあっという間に切れました。早いですね、早いですね、勝負が早くなりましたね。まあ、今その佐藤さん3つほど技が出ましたと言いました、はい、ここから大打ちかけて大すといって、そして内股、ね、そして最後の内股、はい、技が3つつながった。準々決勝の1回戦を迎えました。試合は準々決勝に入っています。先ほどの3回戦で松井を破りました、この背番号1番の藤原、明治大学出身です。藤原と対戦していますのが日大出身の星、1メーター92センチの藤原、1メーター76センチ、体重が89キロの星。現在は社会人です。藤原が新日鉄に勤務。先ほどの3回戦では準優勝、昨年の準優勝の松井を破りました。そして左側が星、日大から現在は慶応ガス。この大会に備えての稽古も、日大出身の星は明治大学の道場で練習をしておりました。まあ、したがってこの2人はですね、佐藤さん、はい、まあ、日頃の練習も一緒にやっていて、はい、その全日本というヒノキ舞台で対戦することになりました。そうですね、あの星君の方はですね、あの日大出身なんですけども、会社の関係で、近い関係ですね、明治大学で練習してるんですけども、まあ、ともにこれは左の相打ちですね、はい、で、あの星の前はですね、なんとかして藤原 の、 その釣り手を制して、そして相手が焦った時に背負い投げかけたいと、一方の藤原の場合はですね、左手を殺されたならば払い腰、得意の払い腰、大差が出ませんから、はい、これをなんとかこの振り外してですね、技をかけたいと、そこが勝負のポイントですね、はい、藤原にしてみればむしろ自分よりも大きい人と対戦した方がやりやすいということですが、この払い腰に行ったか、これは場外ですね、はい、この今の払い腰ですね。藤原はですね、今まではどちらかと言いますと、がっちり組んでからでないと技を仕掛けなかったですね、これを今組み合いかけましたね、はい、これだん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 勝負が上手くなってきましたね。そうですか、まあ、そういった意味では先ほどの3回戦松井を破った、はい、その勝負などは非常に大きな自信につながるでしょうね。そうですね、主君だったですね。
今日は2回戦は払い腰、これが有効です。そして3回戦松井を破ったその勝負も払い腰が有効で大きなポイントになりました。今日は払い腰がよく出ています。藤原です。追い込んでいるのが星、非常にしぶとい大きい人に強いという星です。そうですね、星の方はあの自分よりも体が大きい方が担ぎやすいんですと、そう言ってますね。そうですか、主審は古賀さんです。左が藤原、そして右が星。星はこの全日本は初出場、初めての試合ですが非常に健闘しておりまして、2回戦は門田を小内刈り、これが技ありになりました、優勢勝ち。そして3回戦は新越代表の柴田を背負い投げ、これが有効になりまして優勢勝ちです。そしてこの4回戦準々決勝は藤原との対戦です。小内あるいは背負い投げを見せます星です。星はですね、あの技的にはそう切れる技を持ってませんけども、コツ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 と積み上げた稽古と、そして勝負度胸がありますね、ここだと思うときに思い切った技を出す、これは星のいいところですね。また払い腰を見せます藤原です。相手が大きかろうとですね、強かろうと、この自分の力を目いっぱい出してくると、いうのがこの星のいいところですね。藤原はあのやっぱり小さいものを苦手としているという自分のその苦手意識がですね、この試合にまたちょっと出てますね。だから柔道がだから小さいよ ね、小さくなってくるんですね。先ほど の、 あの3回戦の試合のようにですね、もっと積極的に攻めたいですね。そうですね、奥襟を取りましたが簡単に切られました。藤原低い体勢に組んでいるのが星。ちょっと藤原の方はですね、相手を見すぎてますね。もっとあの積極的にですね、自分のいいところを持った瞬間にかけていくというようにいかないとですね、あの小さい選手はどうしても大きい選手をダブって組まれますとね、不利ですから、先々と出しますからね。今古賀主審から両選手が指導です。背負いに行きます星。まあ、ただ今のところ星のペースですね、いいところ組んだらすぐかけてる。一方の藤原の方はですね、相手をちょっと見すぎてますね。何を狙ってるんでしょうね藤原は。払い腰をかけようと思ってるんでしょうけど、あれですね、もう少し自分のいい組み手になろう、いい組み手になろうと思ってるうちにですね、星に先に技かけられてる、そういうところですね。右の引き手を取りました、釣り手を取る前にもう星の方が攻めてきます。がっちり左の相四つになると、これはこれだけ身長差もありますし体重差もありますから、星は不利なことは分かりきってますからね、ですからもう得意組まれる前に攻めていく、そういう作戦を取ってますね。残り時間が2分を切っています。6番が見えます、日大出身の星。全日本は今年が初めての出場になりました。しかし東京という激戦を勝ち抜いてきているだけに、なかなかの力は強化されています。藤原の方がちょっと攻めあぐんでますね。そうですね、あの藤原は何とかして自分の組手にと思ってるうちに、ずる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 と星のペースの中にはまっていってますね、さあここでまた指導合わせて注意。藤原、星両選手に注意です。双方に注意が与えられたんですね。まあ、こうなりますとまだ試合の流れの上では五分と五分です。残り時間が1分30秒を切りました。これからが勝負どころです。そうですね、左の釣り手をなかなか取らせません星。この辺は星のペースです。さあ1本から払い腰に行きました。右の引き手1本から払い腰を見せました藤原。ちょっと単調ですね。あ、そうですか、藤原の悪いところが出てきましたね。残り時間が1分9秒です。あの3回戦松井を破ったような積極的な攻めがありません藤原、この左の釣り手をなかなか取らせてもらえません、さあここで取った、ここですね、すぐに行きます、払い腰に行きます藤原。今のようにですね、早いテンポで攻めていくと腰はどうしようもなくなってくるんですよね。そうですか、ですからあまり腰を見すぎないといいんですけどね。
十分の組み手を許しません星。ちょっと焦りが感じられます藤原。右は取りましたが左が取れません。残り時間が30秒です。一本背負いに行きました星。攻めあぐむ藤原。あの3回戦の時の勢いが感じられませんね。こういうところがですね、やはりあの斉藤とかですね、あの違うところですね、雑ですね、はい、まださあ時間がだんだんなくなっていきます。試合時間の6分が残り10秒を切りました。試合終了です。ブザーが鳴りました。判定は審判の旗による判定になります。まあ、どちらにもポイントはありませんけど ね、微妙な判定になると思いますね。赤であれば藤原、白であれば星、赤旗2本、藤原のわずかに僅差勝ちです。僅差で星を下しました藤原。最後の方の払い腰を取ったんでしょうね。準々決勝の第1試合は藤原が僅差で星を下しました。初めて準決勝へ勝ち進みました藤原です。赤曽我選手、白山下選手。準々決勝の第1試合では藤原が僅差で星を破りました。そして準々決勝の第2試合は期待の山下が諏訪との対戦になりました。明治大学 OB の諏訪、この2人は高校時代に2回対戦したことがあります。もちろん山下が勝っています。果敢に攻めます諏訪。高校時代のインターハイ、昭和48年の三重で行われたインターハイの決勝戦で重量級でこの2人が対戦しました。諏訪が3年生、山下が1年生でした。そうですね、あの私もこの大会見てましたけど、ね、そうですか。山下が1年生でインターハイを優勝した、はい、史上初めて あの記録だったんですね。これもそうなんですね。その時の決勝戦が諏訪と鹿児島実業の諏訪と、九州学院の山下ですね。まあ、その後一度九州大会で顔があってそれ以来ということですから9年ぶりの対戦ということになりますね。階級がちょっと下階級違いますからね。そうですね、ある機会も少なかったですね。諏訪選手は昨年の大外狩りに行きました、ね、これは大外狩り、大外狩りに行きましたが有効近かったですね、うん、そうですね。そのまま抑え込もうとします。上四方に入ろうとします。こうなればもう完全に山下のペース、抑え込みに入った、抑え込みに入りました。上四方がため、上がため、はい、おーっと諏訪が逃れた、逃れた、逃れました。よく逃れました諏訪。今日は抑え込みの体勢に入ってから山下2回ほど逃しています。今締め技をですね、仕掛けながら抑え込みと併用して締め技に攻める、そして抑え込みに行こうとしてますね今、はい、山下は得意なパターンです。ゆっくりご覧になったらいいと思いますね。なるほど、うん、この上になって、お、まあ、よくあのこういうケースの時に口に手が当たることがありますんでね、はい、歯に当たることがありますが、あ、山下の方が、まあ、ここは改めて攻め直そうというところでしょうか。ちょっと足の親指のあたりを気にしてますね。スティービオさんじゃないですかね。それにしてもあの上四方、諏訪が下になりましたがよく逃れましたね。なかなかですね、諏訪の場合はあの肩の煽りが強いんですよね。あ、そうですか、肩の煽りが強いんで、あの背負い投げもですね、はい、一見スピードがないようなんですけども、左右の背負い投げをこの得意としてるんですけど、ね、肩のこの入ってからの煽りが強いんですよね、はい、あ、そうですか、寝技の時もこの肩の煽りが強いんですね。山下はですね、あの親指をちょっと痛めておったんですね、気にしとったんです、うん、あ、そうですか、はい、そのティーピングしとったのが取れたんですね。あ、なるほど、はい、そう心配になることではありませんか。心配することではないですね。あ、親指とその足の人差し指と両方合わせてテーピングしてますね、はいはい、固定親指がちょっと突き指してるもんですから。あ、そうですか。2つの2本の指をですね、あの固定して、そしてあの巻いてですね、はい、で固定してると。
先ほどは大外刈りからそのまま上志向に抑え込みに入りましたが、諏訪がよく逃れました。さあ勝負が再開されます。残り時間が4分10秒。諏訪健闘を見せます。16番が山下、内股、内股ですね、技ありです。内股技ありです。さあ今度は抑え込みに行こうとします。まず抑え込みに入る場合にはこの締め技から入っていくんですね、はい、これも諦めましたね。珍しいですね。内股は技ありにとどまりました。改めて立ち技で勝負しようという山下、小内刈りに行きます。あ、今度は締め、裸締めに行った、はい、そのまま抑え込みに入ります山下。この辺りは非常に機敏な動きです。締めが決まりましたね、はい、締め技。少しあれじゃないですか、諏訪に隙を作らせたって言ったんですか。そうですね、あれだけちょっと手こずった場面がありました、はい、山下ですが、しかし最後は決めるところはきちっと決めます。2分32秒締め技で一本勝ちを収めました。一本背をかけてきた、そこを透かしてですね、はい、で締め技に入ってますね、はい、回ったところで決まっちゃったですね、相手が締まっちゃったですね、はい、送り襟締め、山下の勝ちです。穏やかな表情に戻りました山下。赤原選手、白朝木選手。さあ今度は学生同士の対戦です。準々決勝の第3試合、ともに天理大学3年、左側が羽賀、そして右が正木です。羽賀に正木の対戦になりました。天理大学の同期生ですね。そうですね、ともに20歳の若者同士の対戦になりました。毎日稽古やってる相手でしょう、まあお互いもいい面も悪い面も十分に知り尽くしているわけですが、まあ、こうなりますと体力的にも力の上でもやはり正木の方が上という感じはしますが、まあ羽賀も当然この大事なヒノキ舞台ですからね。そうですね、あの羽賀もよく検討してですね、この今出てきましたね、いや強引な技に行きます。払い腰、一本勝ち、正木の勝ちです。払い腰、強引に引っ掛けて持っていきました。正木のいいところはですね、自分のいいところ持ったら勝負が早いことですね。これだけの重量級でこれだけのスピードを持っているのはなかなかいないですね。38秒、わずか38秒で羽賀を払い腰に破りました、はい、非常に左の早い腰ですね。強引とも見えるんですけれども、あの軸足が強いんですね、はい、彼の場合非常に軸足が強いですね、21番をつけた羽賀の体が飛びました。右足の軸足が強いんでなかなか倒れないですね。場内放送は決まり技、払い巻き込みを取りました。払い巻き込みで正木の勝ちです。正木、準決勝に勝ち進みました。そして準々決勝の最後の試合になります。斉藤と法政大学出身、現在は大阪府警の高澤の対戦です。勝負のテンポが早いですね。早いですね。正木が非常に調子を上げてきました。一方の斉藤も2回戦3回戦内股に行きました。非常に調子が上がってきています。高澤の方はですね、大阪府警の警察官なんですけどね、なかなかあの技巧派ですね、さあこれで腹固めが得意なんですよ ね、 すね。これはですね、あの今腹固めを今失敗しましたが、はい、今度は締めから抑えを狙ってますね、はい、山下と同じように。あ、今腹固めに行きました。腹固めに行った、はい、決まりますね。これは決まりそうですね。139キロ、大きなお腹折りしての腹固め。高澤の柔らかいですね、体が柔らかいですね、柔らかいからよく回っています、はい、右の肘のあたりを完全に決めています。よく粘ってますね。この腹固めというのは斉藤の得意中の得意です。あ、場外に逃れました。高澤よく逃れました。関節が非常に柔らかいですね、高澤の関節が。彼はあの大阪の広告高校からですね、法政大学を出て、で、まあ、大阪の警察官になってるんですけども、なかなかあの技のうまいですね、95キロで期待されている選手なんですね。
大丈夫ですかね、だいぶ頑張ったですね、右の肘あるいは右の手首、警察大会で団体戦で大阪府警が優勝しましたが、その時の有力なメンバーの一員ですね。ちょっとスピードがですねないですね、巴投げに行こうとしますが、まあ、ここは体重のあります斉藤です。肩を決めながら抑え込みに入ります、いい動きを見せます、抑え込みに入ります。松下主審がじっと見ております。まだ完全に抑えてませんね、さあ肩を決めて抑え込みに入った、完全に肩を制しています。あまりにも斉藤体が太いんで、高澤もなかなか寝技うまいんですけども、彼の足が効かなかったですね。こうなると大きな体というのが有利ですね、そして体が大きいだけじゃなくて体がよく動いてそして斉藤の場合は柔らかいと言ってますから、こういうなってしまうとですね、餅がもうペタッと乗っかってるような感じなんですね。残り3秒29、30秒です。一本勝ちです斉藤。そつない立ち方ですね。そうですね、これで準決勝の対戦相手は正木と斉藤ということになりました。大勝負になってきましたね、楽しみですね、2分14秒横四方固めで斉藤が高澤を抑え込みに破りました。一本勝ち、準決勝へ勝ち進みました。36人の選手が参加して行われております全日本柔道選手権大会、藤原、山下、そして正木、斉藤と4人の選手が勝ち残りました。これから準決勝の2試合が行われます。予想通りに山下が勝ち進んできました。通算の連勝記録が180連勝となりました。そして昨年の準優勝の松井を破りました藤原がよく健闘して準決勝、山下との対戦を迎えました。試合時間6分、ゼッケン1番が藤原、そして16番左側が山下。今日の全日本の大会に備えまして、きれいに髪の毛を整髪してきました。藤原はですね、192センチありますし、それから横もありますしね、縦横揃った日本人離れした体型をしてるんですよね、なかなか運動神経もいいんですよ。バランスが取れてますね、非常にですね、この松井に勝ったことですね、大きな自信を持ってやってると思いますよ、大外刈り、まずこの辺りは大外刈りですね。山下の一本勝ち、見事だったですね。48秒です。早かったですね。早いですね。久々に対戦した藤原。大会前も山下さんともう一度胸を合わせたい、そんな話をしていましたが、48秒山下、左大外刈りの勝ちであります。膝にかかったですね。一番そう膝。こらえようのないところにかかってます ね、 そうですね。これが山下の最もこの得意なところなんですね。相手の一番弱いところに自分の一番強いところを持っていく。181連勝となりました。一歩一歩確実に全日本のこの日本一の座7連勝に向かって勝ち進んでいきます山下。非常に勝負の時とその勝負が終わった時ではこの表情が違いますね。勝負の時はですね、もう人を巻き込むような目をしますけどね、終わると非常にみんなから愛される、そうですね。さあ誰よりも打倒山下に燃える男、今年国士舘大学を卒業しました。国士舘大学体育学部の副士として指導する立場になりました斉藤。準決勝の対戦相手は天理大学3年の正木。ともに今日は非常に好調です。これまでの3試合はいずれも一本勝ち、斉藤と正木の対戦になりました。180センチの上背はともに同じです。139キロの斉藤28番、
一方の正木の方が148キロ、ともにこれ左の相四つなんですね。はい、まあ、今回は4人とも全部左だったですね。そうですね、あの決勝戦、あの準決勝登ってきました4人がですね、はい、全員左にいるんですね。まずこのところ正木の方が大外刈りあるいは支え釣り込み足と技を先に出しました。じっくりと見ていこうという斉藤が今度は左から大外刈り狙いました。斉藤は大学を卒業して社会人となりました。練習量は学生時代よりもむしろ増えています。そして体も一段と引き締まりました。その分佐藤さん、はい、技のキレというものに非常にいい影響を与えているでしょうね。その通りですね。あの技がですね、連続的に出るようになったですね。小内刈りに行きました、はい、この2人はですね、大きいけど非常に2人とも闘志があるんですよね、はい、この大きくて闘志がある、山下も闘志がありますけども、斉藤正樹もですね、はい、変わらず闘志があるんですよね、これが魅力ですね。2人を比べた場合にはですね、立ち技のスピードはやや正樹が持ってます、はい、でも受けの強さと、それから寝技はですね、やっぱり斉藤が上ですかね、はい、払い腰の構えを見せました正樹ですが、しかしどんどん攻め込んでいきました斉藤、うん、天理大学3年の正樹、2回戦から登場しました。準々決勝まで要した時間が4分59秒です。早いですね。斉藤の方が3試合で4分36秒両者とも非常に早い段階で1本決めてきてますね。そうですね。ということはですね、はい、佐藤さん、やはり決勝に臨むにあたって、はい、山下と対戦するにはどれだけスタミナを残しておくかということが非常に大事な問題になるんですね。それもありますね。まあ、ただ他の選手とのですね、力が非常にあるということも言えますね。なるほど。さあ攻め込んでいます斉藤です。斉藤がスピードの上においては正木がやや上ですね。正木がね。ですけどパワーですね、はい、力、これはやっぱり斉藤の方が上なんですよね、正木としては立ち技で早めで攻めて勝ちたいところ、はい、早落としですね。早落としに行きました斉藤。しかし斉藤はやっぱりよう稽古してますね。動きがいいですよ。いいですね。この大会に先立ってのですね、共同取材があったんですが、その時に斉藤選手が一番最初に口にした言葉がですね、はい、私の顔が痩せたでしょうというんですね。確かに痩せてますね。それだけ何かこう精悍さを加えた、むしろ斉藤が言いたかったのは、稽古によってこれだけ体を締めたんだということなんでしょうね。その通りですね。ああ、はい、私に行きました。大内刈り攻めて、そして残ったのを体落とし、はい、こういう技はやっぱり練習しないと出ませんから、相当彼は打倒山下で練習してますね、はい、さあこの準決勝を勝ち進んで山下と決勝を争うのは斉藤でしょうか正木でしょうか。まあ、今のところはこれはずっと斉藤ペースですね。そうですね、ポイントまでは上げてませんけども、終始攻勢ですね。攻勢を取ります斉藤です。なかなかこの斉藤の左の釣り手を許しませんね。そうですね、正木が、この辺は正木も非常に相手の研究も十分です、はい、払い腰に行きます正木。今度は大内刈り斉藤、これだけ重量級の選手の対戦とは思えないくらいのですね、スピードですね、スピードですね、はい、とにかくこの山下、斉藤、正木、この3人と他の選手の差が随分開いた感じがしましたね、この大会は。そうですね、山下と斉藤が第1シード、そして正木と松井が第2シード、この4人がシードされましたが、準決勝に勝ち残った4人はこのうち3人まで、松井は3回戦で敗れました。そうですね、松井を破った藤原が健闘ということでしょうね。そうですね。小内刈りですね。斉藤の小内刈り、体重を預けてずっと攻めていきました。随分そのスタミナにも自信を持ってんじゃないですか、これだけ攻めいってますから。そうですね。ですから相当自分なりに
稽古をやってきているという自信がこの試合ぶりに出てますね、はい、これまで全部互いに3試合は一本勝ちを収めてきました斉藤正樹ですが、まあ、さすがにこれだけ力の接近した相手になりますとなかなか一本を取ることが難しくなります。そうですね、斉藤が左の奥襟を取って出ました。残り時間が1分36秒ご覧のように両者ともに技のポイントがありません。掲示板は0という数字が示されています。ポイントにはなりませんけれどもかなり流れからいきますと斉藤が攻勢に攻めてますね。あの有効ポイントにはですねまだなってませんけども小さなポイントにはですね、なってますね、主審の大沢さんと、おそらく斉藤が攻めてるし、正木が受けっぱなしじゃないかと、あの正木に指導を与えてもいいんじゃないだろうかという相談じゃないかと思います。副審がまた川辺さん山本さんそれぞれ所定の位置に戻りました。指導を与えてですね、まさきにもっと攻めなさいと、斉藤の一方的ペースですよと、という指導ですね。これはもうポイントになりますから、まだその掲示板のところには記されませんけれども、これはあの行動管ルールですからね、あの行動管ルールの場合は注意有効以上が掲示板につくと、国際ルールの場合はあのその下がね指導、そして技でいうと効果というのが有効時間が、これがポイントつきますから、もう残り時間がご覧のように1分を切っています。56秒。掲示板には技ありと有効まで、そして反則は警告と注意からです。払い腰を狙います正木。しかし非常に斉藤の腰がいいんですよね、柔らかくて強い腰をしてるんですよ。左右にあのうっちゃり腰を持ってますから。残り30秒です。このまま終わりますと斉藤が決勝進出を果たします。正木は一発を狙ってる感じしますね、がっちり腰を落としています斉藤。残り時間が14秒で止まっています。斉藤も時計を見ましたね、さあこのままで試合が終わりますと斉藤が決勝進出です。正木はなんとか残り時間に1本狙いたい、払い腰に合ってますね、3秒2秒、ブザーです。試合が終わりました。準決勝斉藤の優勢勝ちですね、ここは一応旗の判定があるわけですね、掲示板つきませんから、旗は2本、斉藤です。斉藤が決勝進出しまして全日本で初めて決勝戦で山下と対戦することになりました。非常に練習をやっているというような試合ぶりだったですね、調子いいですよ、面白い勝負になるかもわからないですね。非常に楽しみな決勝戦です決勝戦を前にして試合場では今古式の方が行われております。まもなくその古式の方も終わろうとしておりますが、そうするといよいよ決勝戦が始まります。今年の決勝戦は山下5段と斉藤4段という初めて両選手が日本選手権の決勝戦で顔を合わせることになりました。佐藤さん、非常に楽しみな決勝戦になりました。そうですね、まあ、柔道ファンが一番この決勝戦を楽しみにしとったんじゃないですか。まずその両選手がシードされて、予想通りに勝ち上がってきたわけですからね。そうですね、それも2人とも素晴らしい勝ちっぷりでですね、勝ち上がってきましたから、非常に見応えのある決勝戦になると思いますね。さあその決勝戦なんですが、これまでのところですね、山下斉藤戦というのは4回対戦しています、4回対戦していずれも山下が勝ってますね、まあ、そういった意味で今度のその決勝戦というのは5回目の対戦ということになりますが、ただあの斉藤がですね急成長してますから、この今回のこの決勝戦が本当にあのどこまでまた差を縮めてきたかですね、面白いと思いますよ。本当にあのこれまで決勝に進んでくるまでの斉藤選手のその勝ちっぷりというのは見事でしたね。そうですね、あの技がですね、あの連続的に出るようになってきたと、それからあの試合っぷりがですね、今まではどちらかというと荒削りなところもありましたけども、非常にあのきめ細かくなってきたと、そして
試合がきめ細かくなってきた、はい、よく稽古しているなという印象が、この今のこのスローでもですね、よく出てましたね。その中島選手を破った3回戦ですね、コロナドは技が3つ立て続けて出ましたから、はい、大打ちかけて、残ってオーストを行った、残った後に内股入ったと、非常に技が3つ出ましたしね、非常によく稽古やってるなと、そしてよく研究してるなというのが現れとったですね。それから山下選手の方はですね、はい、大会前の仕上がりが非常に心配されました、はい、しかしこの始まる前に佐藤さんは大丈夫ですというお話でしたが、これは準決勝ですね、そうですね、藤原選手、はい、藤原選手の大外刈りを、相四つからですね、まあ、はい、身を崩してあいつの一番この弱いところ膝に足を引っ掛けてですね、大外刈りきれいに決まったですね。これもこれは38秒で仕留めました、はいはい、まあ、決勝戦を前にしての準決勝がこの素晴らしい大外刈りで決めたわけですから、大きな弾みになりましょうね。山下さん、もう気持ちよく決勝戦に上がっていったんじゃないですか。そしてこの決勝戦いかがでしょう。いや、これはいい勝負になると思いますよ。ただですね、斉藤が今まで粘っとったですね、はい、粘っとって粘っとって、そして最後勝負をかけようとしとったのが今までのケースだったんですけども、今度は斉藤もですね、やっぱり山下に勝つためには先にポイントを上げる、はい、先にポイントを上げて、そして逃げ切るという作戦に出ないことには勝ち目がないと思います。ですから私は斉藤が勝負に出てくると思いますしね、勝負に出てくるとまた今度は山下もまたやりやすくなってくる。なるほど。したがって一本をね、決まる可能性も非常に持っていると思いますね。そうですか、とにかく誰よりも打倒山下に燃える男斉藤です。それだけに山下としても斉藤君は警戒しなければならないと言っておりました。この一戦をみんなこの観衆が待ち望んでいるような拍手だったですね。そうですね。試合時間は10分間、主審は大吾さんです。さあ始まりました。左から山下、右から斉藤です。日本選手権7連覇がかかります山下、初優勝悲願に燃える斉藤の対戦になりました。斉藤は勝負に出る組手してますね、はい、引き手がそうです、はい。斉藤選手はとにかく今までは組手を十分に取らせてもらえなかった、今日はその組手を十分に取って積極的な柔道をしたいということを話していました。さあその組手は、引き手の持ち方はですね、はい、攻める持ち手ですね、そうですか、守るというよりも何とかして攻めてやろうと、はい、倒してやろうという持ち方をしてますね。右手の使い方ですね。左の相四つ、山下も釣り手引き手ともに十分に取りました。斉藤も十分ですね。いいですね、はい、大外が握った。斉藤が返しました。これが斉藤のこの腰の柔らかさですね、はい、さあこれからじっくり寝技で勝負しようというんでしょうか斉藤、はい、そうですね。これだけ腹固め、腹固めはよく動きます。山下も得意なんですよ。そうなんですね。攻め方をよく知ってるんですね、このように斉藤が上になって山下を攻めるのは初めてではないでしょうか。あ、やはり攻められません。両者立ちました。山下はゆとりを持って残してますね、はい、これまで4回対戦しましたのは初めて顔があったのが昭和54年の10月です。全日本学生柔道選手権でした。この時は先に山下の方が斉藤に技を仕掛けられました。そして追う立場になりまして最後は紙飛行型の一本勝ちを収めています。そしてその後3回対戦していますが、いずれも山下が勝っています。しかし一本勝ちは取れませんでした。最も近いところの対戦は昨年の11月カノー杯国際大会で決勝戦で顔が合いました。この時は山下が優勢勝ち。さあ今度はどうでしょう。組み合います。お、斉藤が、今度は山下が十分に取らせません。内股いった。山下この内股には強いですね。斉藤は柔らかいですから非常に下半身が柔軟です。斉藤、斉藤は先ほどの大外刈りですね、投げられませんでしたけども、ショックを受けてますね少し。あ、そうですか、はい、ですから守りが今度入ったんですね。あ、山下 の釣り手をガチッと押さえてですね、守りが今度固まってきましたね、はいはい、山下のその左の釣り手をなかなか十分に効かせないようにしてるわけですね、はい、釣り手をですね斉藤の右手、押さえにこれにも入ってますね、はい、もう一度大外刈りに行きました、山下もう一回行った、
139キロの斉藤です。この大会に備えて十分に稽古を積んできました。この厳しい稽古もやはり打倒山下のためですと話していた。腰も下がって守りに入ってきましたから、腰も引けてきましたね、斉藤の腰がですね、相当動揺したんじゃないですか、あの押し込まれてですね。もう3分過ぎました。あっという間に3分が過ぎた感じです。そうですね、残り7分小内刈りを見せました斉藤です。斉藤も左の釣り手をですね、山下抑えられてる、抑えられてますから、なかなか飛び込めないんですね、はい、こういうところがもう山下の前のところですね。斉藤の左の釣り手をですね、きっと抑えてますから、はい、この左を完全に封じてるわけですね、そうですね。斉藤としても左を十分に効かせないことには技が効きませんね、そういうことですね。昨年よりは斉藤君と自分の間のその力の差というものはかなり縮まってきているだろうということを話していた山下です、はい、それと何といっても警戒しなければいけないのは斉藤のあの気迫です。打倒山下に燃えるあの気迫は十分警戒しなければいけない。この気迫は大したものですから ね、斉藤のは。ですから、ロサンゼルスオリンピックはですね、どうしても日本は2人落とさなくならないんですよ、はい、山下は1人じゃダメなんですよ、ですからそういう意味では日本柔道界では非常に楽しみな男なんですよね。そうでしょうね、もう一度内股山下。2回戦から登場して3回戦4回戦そして準決勝といずれも一本勝ちを収めている山下。斉藤はですね、左の釣り手が抑えられてますから、はい、なんとかして左の釣り手を嫌うと山下も嫌っちゃってるんですね。あ、なるほど、相撲でいうこの前さばきは非常に山下上手なんですね、はい、それだけに斉藤としても積極的な柔道はしたい、しかし自分の十分の組手になれない、はい、その辺が一番斉藤としても苦しいところですね。そうですね。逆に今度はその感覚を保ちます。5分過ぎました。大外刈りにした。柔らかい体です。斉藤体をしならせるようにしてこの強烈な大外刈りを残しました。非常に柔らかい体をしています、斉藤です。普通ならあそこで一本ですけどね。斉藤にはよく返し技というのがあるんですが、相手が技を仕掛けてくる、それを返す、はい、まあ、それを警戒すると山下の技が出なくなるんですが、そうなんですね、今のところそれほどあまり警戒するあまり技が出ないという感じではありませんね。山下はこういう感覚でやってるんじゃないですか。斉藤の体重が減って軽くなってる、非常に動きが良くなってる、だけど反面体力差がなくなってきてるから、胸を合わせてですね、大阪胸を合わせても攻めきれるんじゃないかというような感覚で攻めてると思いますね。ここで主審の大吾さんが副審の村田さんと松坂さんを呼びました。斉藤の方がですね、消極的だから指導を与えたらどうだろうかという相談だと思います。そうですか、はい、しかしこうして見る斉藤の表情も非常に険しい、厳しいものを見せます。斉藤も歯がゆいんじゃないですかね。なんとかして食い破ってやろうと思うんだけども、自分の組手になる前に組手になった途端に切られてしまうし、組手になろうとする瞬間に攻められてますよね、はい、さあここは別に注意も指導もありません、はい、山下は左の釣り手はかなり奥襟のあたりを取っています。今度は斉藤の方がやや突っ張るようにして感覚を保っていますね。斉藤はこれじゃ攻めれないですね、はい、動きが斉藤の動きが制されてますね、やはりこうして見ると、常に組手は自分の組手になるという山下、妥協を許さないという非常に厳しい柔道ですね。ここからは斉藤は支え続く組み足ですね、狙ってるのは、はい、ああいうふうに攻めといて支え続く組み足を狙ってるんじゃないですかね。なるほど、大内刈り山下、斉藤が押し返します。ここでまた主審の大吾さん、
試合を止めます。山下は昨年の優勝した後もですね、はい、その頃はこの頃は勝つ喜びが次第に薄くなってきていると、燃えなくなってきているということなんですが、両選手に指導です。双方に指導を与えたですね、押し合いをしないでもっと技を出しなさいと、そういう意味の指導ですね。今年の山下のこれまでの試合ぶりなどは非常に燃えた試合をしているようですね、はい、今日の山下は1戦目から燃えてますね。斉藤もこれまでにないいい面を出しています。大内刈りですね、山下の大内刈りわずかに届きません。残り時間が2分40秒台です。まだ両選手ともにポイントがありません。今までのところではあの山下の強烈な左の大外刈りですね、はい、あの技ぐらいなんですが、そうですね、まあ、あれがあの技としてはポイントになってるでしょうね、はい、これまた試合を止めます。第5主審斉藤がですね、はい、両襟を持ってあの胸をついてるもんですから、山下も迂闊に攻めれなかったんですね。あ、そうですか、あのあそこで強引に入りますと、あの裏を待ってますから、そうですか。残り時間が2分23秒両者ともに指導を合わせて注意ということになりました。昨年の松井山下の決勝戦と全く同じように両選手が注意となりました。斉藤もしかし検討してますね。よくやっぱり差はですね、確かに縮まってますね、はい、斉藤の帯が解けました。斉藤の体は140キロをはるかに超えていましたが、この大会前は139キロまで体重を落としました。まあ、あと普通ですね、10分間戦ってますから、あのだいたい今8分くらいですよね、はい、斉藤はこの辺ではだいたい息が上がってしまうんですけどね、今日は息が上がりませんね、準決勝で正木とフルに戦いながら、はい、そしてこの決勝戦で8分戦っても息が上がってません ね、相当やっぱり稽古してますね。それだけスタミナも十分です。残り2分の勝負です。山下の7連覇がなるか、斉藤悲願の初優勝なるか、残り2分の勝負になりました。山下の胸を突かれてますからね、大外に入れないですね、はい、今度は左から大内刈りで牽制します山下。この辺は腕を突かりながら前に出ます斉藤、支え釣り込み足に行きました。あの足払いを山下がですね、先日のあの加納杯の時にはすばめ返しで効果のポイントを取りました、はいはい、あっちょっと山下が前に引いた、内股ですね、ちょっとおかしいですね山下、大丈夫ですか、内股足、ね、はい、大丈夫でしたね、大丈夫でしょうね、はい、あ、今度は動かします、体落としに行きました斉藤。さあ今度は山下が腹固めに行こうとしました。時計が59秒で止まっています。残り時間がもう1分切れました。残り59秒、最後の力を振り絞ります。山下斉藤、山下が初めて全日本で優勝したのが52年です。僅差で遠藤を破りました。支え釣り込み足山下、あっ外刈り山下、しかしこれは場外です。あ、時計を見ています斉藤、そうですね、斉藤が時計を見ました。残り30秒、残り30秒です。時計が気になります両選手。しかし斉藤の健闘が光ります。そうですね、まあ、斉藤もここからですね、あの、山下の技も怖いですね、
ここからなかなか攻めきれないんですよね、はい、引き手の方がですね、袖を持った方が最初攻めやすいんですけども、山下も時計を見ました、ね、残り時間がありません。試合終了です。10分間のこの試合時間があっという間に過ぎました、さあ審判は旗赤旗2本、山下の勝ち。山下見事に7連覇を達成しました。182連勝僅差で斎藤を破りました。大したもんですね、でもこの決勝戦もですね、斎藤が非常に伸びてきている、山下の差を縮めたということをね、まざまざと見せつけた試合だったような気がしますね、7年連続日本一山下、今年もこの山下の城を揺るがすことができませんでした。まさに山下強しという感じがします ね、 やっぱり山下 の最初の大外刈りが相当斎藤に動揺を与えたと思いますね。あれからやはり斎藤の試合の流れが変わってしまいましたね。それ程度引き手の持ち方がね、変わりましたから、防御になりましたからね。インタビューの内容ができました、どうぞ。山下選手です。優勝おめでとうございました。ありがとうございます。それにしても決勝戦は力が入りましたね。そうですね、もう全くどちらかというか分からないような試合でした。いやいや攻めあぐんだような感じも受けましたけど。その通りです。大会前からですね、斎藤選手の成長ぶりということを非常に警戒していましたけども、実際に決勝戦戦ってみてそのあたりいかがでした。かなり強くなっていると思いました。そうしますと今日の決勝戦は山下選手としては本当に久々のいやいや苦戦という感じはありますか。そうですね、もういつもいつも必死なんですけども、今日本当にどちらかというか分からないような試合で、苦しかったですか。そうですね、大会前にはその内容のあるね、今年は試合をしたいというお話をしていましたが、全体を通してその辺はどうでしょう。調子はあんまり良くなかったんですね。でもその範囲でですね、力を出し切れたと思ってます。ただやっぱり決勝みたいにですね、もうやっぱりああいう僅差もありましたし、やっぱり常にやっぱり激しいトレーニングを積んでないとなかなかですね難しいということを実感しています。今年は社会人になってですね、それからソ連の遠征でやや足を痛めたりということがあって、例年に比べるは調整不足というような話も聞いていましたけど、そのあたりはやや影響しましたか。そうですね、準決勝まではですね、調整不足で気を引き締めていったのがいいところだったんですけども、それはやっぱ初戦メッキでして、やっぱり決勝でやられてしまいました。どうですか、この優勝で社会人になってからは初めての優勝、全日本は7連勝、どこまで勝ち続けますか。いやー分かんないですね、一生懸命やりたいと思ってます、さてこれで、今年の世界選手権、来年のオリンピックへと、苦戦はしましたけども一つのこう弾みになると思うんですよね。弾みにしたいと思います。どうですか、どうもおめでとうございました。ありがとうございました。放送席どうぞ。山下康弘五段の全日本7連覇を達成しまして、これからその試合場が今度は表彰式場に変わります。閉会式が行われます。佐藤さん、10分間の試合時間でしたが、何か私の感じではですね、あっという間に過ぎたというふうな印象なんですが、そうですね、私も見とってあっという間に過ぎちゃったですね、初めこそですね、斎藤選手も積極果敢な組み手で攻めていったんですがね、ですから最初はですね、斎藤も何とかして最初にポイント取ろう、攻めてやろうという組み手だったですね、完全に、ですけども山下の大外刈りを振って、大外刈りを振って完全に心が動揺したんじゃないかなと思いますね、2回食いましたから。そうですね、それで組み手を今度はディフェンスゾーンに切り替えちゃったですね。それにしても山下選手の場合は今年の大会はややその10日ほど前まではですね、仕上がりが遅れているという状況だったんですが、しかし試合に入ってみると、そこはやはり世界一という、その実力を見せてくれましたね。やはり山下はですね、ずぬけた自力を持ってますから、山下だからこそここまで3ヶ月ブランクがあってもですね、ここまでまとめたんですけども、でも山下としてはですね、決して完調だったとは言えませんね、それがやっぱり斎藤最後斎藤戦にも少し出たんじゃないかなと思います。そうですか、一方のですね、斎藤はこれは去年よりもまたぐっとこの試合も上手くなりましたしね、自力もまた伸びましたね、だから日本の柔道界にとっては非常にたくましい存在に
成長しましたね、そうですね、まあ、斉藤選手自身も今年は世界選手権の年です、来年はオリンピックの年です、はい、この全日本を一つの踏み台にしたいと、いうことを話していましたが、まあ、しかし優勝こそ逸しましたけれども、その試合の内容というのは非常に立派でしたね、そうですね、まあ、ずっと1回戦からいい勝ちっぷりでしたしね、山下の試合にも、まあ、接戦をしましたしね、はい、いいところを攻めましたし、したがって日本完全に山下のね、あとは世界で山下のあとは斉藤だという印象を私も受けましてね、そうですか、まあ、そういった意味ではそのこれからの国際試合に対しても非常に大きな収穫になりました、そうですね、それともう一つはですね、3位に入りました藤原、正樹といったこの重量級の選手の成長もですね、楽しみでしたね、そうですね、特に正樹のこの若い正樹がですね、大学生の正樹が準決勝までもう素晴らしい勝ち方で、そして斉藤ともいい試合をしたと、それからまた藤原の方もですね、松井を破ってここまで上がってきたんですから、そうですね、立派な勝ちっぷりだったですね、まあ、今年の全日本選手権は重量級の素晴らしい力を、ね、本当にいかんなく見せてくれた、なんか重量級がものすごい光った大会だったですね、そうですね、今日は全日本協会員そして東海大学監督の佐藤信行さんの解説でお伝えしてまいりました、佐藤さんどうもありがとうございました、どうもありがとうございました、それではここで明日のスポーツ放送の予定ですが、総合テレビ午後3時からプロ野球デーゲーム阪神広島の試合を甲子園球場からお伝えすることにいたします。それでは日本武道館からこの辺でお別れすることにいたします。さようなら。